アラン・ベリルはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター。世界的にヒットした楽曲 I Love Rock ー n Roll の制作者として知られる。ソロやバンドで日本でも活動し、著名なアーティストのサポートなど数多く務めた。1951年2月19日、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。出生名はアラン・プレストン・サクス。 日本でも著名なジャズシンガーのヘレン・メリルを母に、サクソフォーン、クラリネット奏者のアーロン・サクスを父に、と二人のジャズミュージシャンの息子として生まれた。アランは、セミプロとしてのキャリアをミドルティーンの頃に開始、クリニチ・ビレッジの伝説的カフェ、カフェは、で、ザカレード・スコープ、ザ・レイン、ウォーター・タワー・ウェストといったバンドと共に演奏を、し始めた。 1966年から1968年のことである。1968年、ニューヨークの著名バンドであったザレフトバンクのオーディションを受け、アランは合格するもザレフトバンクは間もなく解散した。この当時は本名のアランサクスで活動していた。その後、アランは来日し、東京を基盤とした活動を行うザリードという外国人バンドで、 RCA レコードからデビューした。アランも後にカバーした、悪魔がくれた、青いバラというヒットシングルがあるが、二人のメンバーが、大麻不法所持で強制送還されたため、バンドはすぐに解散となった。同バンドメンバー、アラン・ヒルトの同盟で混乱を避けるために、ポールという芸名を使っていた。1969年、渡辺プロダクションとのソロマネジメント契約を交わし、 同プロダクションは、アトランティックレコードと契約、芸名を、アラン・サクスから、アラン・メリルに変更した。ソロシンガーとしてのデビューだったが、ロックパイロットとの共同活動も多く、日劇ウエスタン・カーニバルや日本武道館、帝国劇場、日比谷公園、日本万国博覧会のステージなどにも出演した。1971年2月、ソロアルバム、ひとりぼっちの東京を、 全曲日本語でレコーディングし、涙がシングルカットされヒットし、日本において実力派ポップスターとなった。アランは TBS テレビの朝の若者番組、ヤング722コーナーを持ってレギュラー出演した。さらには、日産自動車や純、主婦の友、アンアン、ノンの GT ジーンズの広告の主演モデルとしても活躍した。また、この頃までには、釜まやつ 大口浩二や安井和美らと共に、レストラン、キャンティ常連組の一人であったり、GS ブーム真っ只中の著名バンド、ミュージシャンラーと親睦を深めている。1971年1月24日、日本武道館で行われた、ザ・タイガース・ビューティフルコンサートにおいて、冒頭アナウンスを担当した。同年、デノンレーベルから自作によるアルバム、メリル1をリリースした。 1972年春、ロックパイロット時代にゲスト参加していた元エモーションの近田春を同じく元エモーションの金沢純と共にゴジラというスリーピースバンドを結成、セッションなどに参加した。ガロのベーシストとして録音に参加したこともある。また、アランは日本でのグラムロック発祥者であり、その頃結成したバンドがウォッカ・クリンズで大口孝治、釜谷博 横内竹をメンバーとした。ウォッカ・コリンズは1973年にアルバム東京・ニューヨークをレコーディングし、東芝ム m i から1974年にリリースされた。同作は1997年9月9日に米国でも CD が再発売された。また2016年にアルバムピンク・スープが再リリースされ、米国では 初めての CD 発売となっている。帝国劇場や武道館での演奏で活躍し、ザ・タイガースやジャクソン・ファイブのオープニングも務めた。ウォッカ・コリンズの歌はすべて英語で、前作詞作曲はアランによって手掛けられており、彼自身のリードボーカルで、ギター、キーボード、ピアノ、ハーモニカ演奏と多彩である。同アルバムに挿入された1973年ヒット曲、サンズ・オブ・タイムは、 人気の TV ドラマシリーズ、全略を袋様の挿入歌として使用されており、アランの流暢な日本語の歌唱をお茶の間でも伺えた。1973年に、人気テレビドラマシリーズ、時間ですよ第66回第95回に、ロックバンドのギタリスト役で、坂井正明、健直子、釜康博鈴木博光らと共演した。 か谷やつひとは1960年代後期以来、進行があり、ウォッカ・コリンズ後の2015年もアランの来日ライブに参加している。渡辺プロダクションとの金銭的契約不都合を機に、1974年に、とえし、ロンドンへキャリアを移した。同年、自身のバンドである、ザ・アローズを結成。1975年に、リリースされた、シングル、アイ・ラブ・ロックン・ロールは、 その後1982年にジョーン・ジェットザ・ブラック・ハーツによるカバーが全米ビルボードナンバー1を記録する大ヒットとなる。1980年代はリック・デ・ギンジャーやミート・ローフのギタリストとしてツアーをこなし、1990年代はウォッカ・コリンズを再結成して釜谷つひろしなど著名ミュージシャンと日本でしばし再活動する。その後も ブリトニー・スピアーズをはじめ、マイリー・サイラスや、最近では、スーパー・フライ・スーパー・フライ、ラルク・アンシエルなど、数多くのアーティストがカバーしている。作品については、ソロアルバム、ネバー・ペット、エイ・バーニング・ドッグ、キューピッド・ディレンジド、エイ、メレディ・クリスマス、ソングライターのオーティス・ブラックウェルと、アーサー・アレクサンダー・エイのトリビュート、ダブル・ショット・ロックスをリリースしており、 アリキャット、AT ・ザ・キャンディー・ショップ、ザ・レフト・バンクへのトリビュート、ライブ・ゴーシュ等をリリースしている。エイリアン・イン・東京の再発売や EP、ハード・ロード、ライブ版、ザ・リキャット、ライブ・イン・ジャパンが2008年にリリースされた。アラン・ベリルはバンド形態であったり、またはアコースティックなソロであったり、国際的にソロコンサートを継続。近年はニューヨークを拠点に、 ロンドン、東京などでアコースティックソロやアランメリルバンドとしてライブ活動をしていた。晩年も精力的に作品を発表していたが、2020年3月29日2019新型コロナウイルス感染症により死去した69歳ボーツソロアルバムありがとうございます。